本人も頼ませ、僕も出すのは大切なんですけど集中して、ここを大事にしてもらうんですよ。いや、まあ、確かにそうです。いや、小松さんが下がっておりまして、松山さんはミスするときに視野大丈夫か、
田村選手を見上がりました。拍手。いいですね、いいですね。はい、まだ時間何分くらいですかね。だいぶですか。
大事なのはもう、ユージが全部やってもらってるので、本当に名前だけです。じゃあ、お二人も先生に聞いていただくと思いますけれども、オープンセレモニーの形になったというのを決まった時にはどんな感じでした？そうですね、こっちに北海道に残ってる方もいますし、まあ、ここに帰ってきますけども、まあ、100年ほどかな、会員がというところで、もっともっと増やしながら、で、やっぱりコンソールに限りにやればできるかというのを考えつつ、リュウジさんがですね、以前皆さんに声をかけて連絡を取り合うのが大変だと漏らしていたんですが、おさえ方はどうでした？大変ですね。あのやっぱりね、リスポンスの問題とか、いろいろと。はい、坂さん、お疲れ様です。そうか、基本様子見に行きます。どういう風に行くのか。まあ、直接来るとね、大丈夫ですけど、あのブルーのね、ちょっとね、様子見ちゃいますね。気持ちちょっとわかりますね。早坂さん、いかがでした？いや、おっしゃる通り、下っ端なんで、リリーさんがどう思いますか？いや、なんて言うとおっしゃるんだろうな、ちょっと様子見してたら。最初の提案みたいな感じだろうかな、ってたのかも。僕たちの声をしたいのは、もちろん伝えて、じゃあ、クラブ声かけさせてもらって、まあ、本当にこの交差道路のために、北海道のためにというのを何か形にしたいなと思いますね。すごくね、かっこいい飾り物見れましたし、とっても見ていて面白かったです。本当、頑張りますね。あの、解説チームで、ね、あの皆様の盛り上げとかあったりとか面白かったので、ぜひ皆さんに赤いを見ていただきたいなと思います。そうですね、多分私が今2年間の風を出たんですけど、そので私自身が初めての、入り間に行っていて、すごく優しい青少年の感覚ですので、ちょっと僕に急な話があるので、ちょっと気にします。そうですよね、その気持ちを知ってくるので、先に戦っていただきました。OB 会、今日は初めての OB 戦となりましたけれども、これから OB 会としてやっていきたいことですとか、あったらいいなと皆さんが思っているようなことを、ここはまだ妄想の段階でいいです。こんなのがあったらいいなっていう、今ね聞いていただいている皆さん、まだこれはあったらいいなの段階ですからね、そのお話をちょっと聞かせていただけたらと思うんですが、ゆうじさんはどうですか？全部私サッカー教室まあ、お店にも終わって、年に1回顔合わせてもいいですし、まだ元気だよって姿を皆さんの前に見せたいので、まあ、本当にいろんなことをしてみたいなと思います。お店ももちろん楽しみですけれども、昨日のサッカースクールも行われていたんですよね。はい、小樽でサッカー教室を開催させていただきました。いかがでしたか？いや、本当に楽しかったです。まあ、松山博さん、東北西谷、田畑君がやってきました。来ていただいたら、かなり遠くから応援来ていただいてますけれども、この関係者の皆さんを見て
ただいていると思いますので、ぜひよろしくお願いします。会長はいかがでしょうか。そうですね、今ルールになると国会の全部でそういうことができればいいなと思いますし、みんなで力を合わせていただきたいなと思います。はい、これからね、本当に OB 会どんな活動を活躍か楽しみにしておりますので、皆様でコンサートのために引き続きよろしくお願いいたします。それでは、あっという間の時間なんですけれども、お一人ずつですね、そんな皆様にメッセージをいただきましてお別れしたいと思いますので、それでは大福さんからお願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございました。久々に日本で参加ができて、やっぱり最高だなと、またここに来れる体を整理していきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうも、本当に今日はありがとうございました。コンサルのために少しでも疲れたればと思って頑張ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。浅野さん、お願いします。はい、今日はありがとうございました。楽しかったですし、これからいいなと思いますし、今日この時間また戦ったこの結果がその後の試合に繋がること、そして皆さんで一緒に応援できること、そして勝手に応援しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてミュージさん、今日はですね、コンサートライブの配信の時間、いつもよりは長くいらっしゃらないということなので、ぜひともいただいてもいいですか。はい、皆さん今日はありがとうございました。これからの OB会として、まあ、フル更新だったりアカデミー生のためにも、活動していきたいと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。で、本日この後大事な試合です。皆さんの応援が選手の力になるはずです。熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後にですね、もう札幌ドームのビジョンにも大きく映っておりますし、ライブ配信を見ていただいている方もいらっしゃいますので、ちょっと4名真ん中にキュッと寄っていただいて、スクリーンショットタイムをいただいてもよろしいでしょうか。はい、かっこいい顔をお願いいたします。さあ皆さん、今が取り時です。もしもしお願いいたします。お宅舐めないでください。OK ですね。はい、ありがとうございます。ということで、この時間は北海道コンサドーレ札幌大会本サドレスから、会長の後藤由力さん、増川貴弘さん、早坂優太さん、そして河合優秀チームを作っていただきました。ありがとうございました。配信ありがとうございました。